コザ Q&A ミクトリーに任せろ。さあ今回の Q はですよ、はい、ニックネームヤシガニさんからいただきました。宮島、ミキトニー、いつも楽しくコザの裏側見てるよ、うん、ありがとうございます。フレンドリーでいいと思います。私は沖縄大好きで、もう何回沖縄に来たかわからないぐらい旅行で来ています。あら嬉しい。でもまだお二人には会えていませんが、そこで二人に聞きたい。なんだ。沖縄のお土産でいつも同じようなものになってしまうので、たまにはレアなお土産を買っていきたいんです。コザはディープな街ということで、コザのお土産ならこれを買っていけというものがあったら教えてね。コザのお土産、そうね、なんだろう。まあバックナンバーとかで検索しやすいところで言うと、やっぱコザスターとか。そうだね。あと何だっけ、柔道の一本堂さんとか、いいんじゃない、ゲート通り手裏剣とか、小座らしいでしょ、手裏剣、まあ、ある意味ね、確かに。いやだからオッケーソースとかさ、うん、ああそうだよね、これは喜ばれるでしょ。そうそうそう、うん、で新しく小座さん認定された、うん、ザズルクッキーとか。あいいですね。そう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 、いいんじゃない、いいと思う。お土産に小座っぽい感じがすると思う。あとね、うん、その俺もただ思いつきで言いますけども、うん、例えばFM 講座でやってる番組とかに行っておしゃべりをして、それってあそこ多分パッケージされるんですよ、 YouTube とか。そんなあ、その体験をみんなに広めるっていう、このお土産メッセージ動画。あ、いいんじゃない、面白いかも。できるんじゃないかな。もう講座でしかできない。もう間違いない、それ間違いない。面白いと思いますね。え、うん、あ、いいね。もういつも入れるさ、あその FM 講座パッて入れるもん。この前もさ、うん、歩いてたら、うん、これそれこそあの小沢の収録帰りよ、マネージャーと歩いてたら、うん、ジュピノリさんが喋ってなきゃ、プロパンセブンのウェーイって言ったら、もうおいでおいでみたいな、自由、うん、喋り倒して帰ってきた。だってペンギン村だから何が起こるかわからない。わからないです、楽しいですよ、はい、はい、お待ちしております。待ってます。